Any stars in the moon, and the only lights we'll see. No, I won't be afraid. Oh, be afraid. Just as long as this thing stand by me. ということで、スタンドバイミーという歌を歌ったんですけれども、やっぱりキーが高いですね。ベン・イー・キングとなってます。まあ、これジョン・レノンも歌ってますけれども、私今年50になるんですが、過去にですね、ちょっと苦手だったなという歌もあるんですよね。英語で歌を歌うっていうことを、これ消えちゃったかな。英語で歌を歌うっていうことはですね、これがいいか。英語で歌を歌うということに興味を持ったんですよね。で、山下敬二郎さんですか、ダイアナという1958年に、ポーダンカーですね、非常に人気があったような歌手ですけれども、You My Destiny というね、もう一つ曲があるみたいですが、1958年のポーダンカーの曲に対して、山下敬二郎さんがすぐ、君は僕より年上ですね。君は僕より年上のと周りの人は言うけれどって、日本語で当てて歌ったわけですよね。1970年頃に日本語でロックを歌えるのかどうかという、内田裕也さんですね、裕也さんを中心とした論議があったみたいですね。まあそれはそうなんですけれども、やっぱりキーがちょっとフエンザナイトのね、フエンザナイトのそこが声が出なかったんじゃないのかなと今思います。反省をしましてですね、自分の、声の上をベイン・キングが歌っているという、んじゃないのかなというところで結論付けたいですね。このスタンドバイミーという曲に対してはね、今後歌うことは多分ないでしょう。これも同じ曲ですよね。これ世界のミュージシャンが協力してチェンジ・ザ・ワールドということでね、やってますよね。で、僕もどっちかというとこういう気持ちを持ってるんですけど。